放送席、そしてタイガースファンの皆さん、お待たせしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは決勝勝ち越しツーランホームラン大山選手、そしてプロ初勝利小川投手です。まずは大山選手に伺います。ナイスバッティングでした。はい、ありがとうございます。同点の場面、ツーアウトランナーなしから回ってきた打席、どんな気持ちで打席に立ったんでしょう。もう打つだけだと思ったので、思い切っていきました。あの場面、打った感触、そして勝利に貢献できたバッティング、喜び、改めて聞かせてください。そうですね、結果的に、勝ちにつながる一本だったので、良かったですし、その後にまだ守備があったので、チーム全員で守ることができて良かったと思います。大山選手は先週の巨人戦を含め勝利に貢献するバッティングが続いています。期待をしているタイガースファンに最後一言お願いします。一戦一戦頑張ります。応援お願いします。さあ、そしてプロ初勝利手にしました小川雄平投手です。教えてください。1年目で勝利ができなかったのですごいホッとしてます。甲子園の5月大会の景色、改めていかがでしょう。甲子園からの5月大の景色、改めていかがですか。すごい綺麗です。巨人戦から本当にチームの勝利に貢献するピッチングが続いていますけれども、ご自身の投球振り返っていかがでしたか。とにかくゼロで抑えて攻撃に流れを持ってこようと思って投げているので、それがつながっていると思って良かったと思います。昨年のご自身と比べて成長した部分、タイガースファンにここを見てくれというアピールを改めて教えてください。強気で攻めるピッチングを見ていただければいいかなと思います。見せていただいてもいいでしょうか。このウィニングボールは皆さんどうされますか。まずは両親に渡そうかなと思います。さて、それでは最後にタイガースファンの皆さんに小川投手自身どう呼ばれたいかなど、もうご自由に自己紹介をしてこのヒーローインタビューを締めてください。2年目の小川一平です。同期の純也と及川より遅い一勝になったんですけど、しっかり頑張っていこうと思うので、一平ちゃんと呼んでください。